医愛衆、後垣き、島秋と。秋分の日が近い。外には、私の好きな菜の花が咲いているだろうか。この罪を犯してから、六年になろうとしている。一日一日が、駆け足で過ぎた感がする。罪人の心が、有形のもの、無形のものに育まれ、その情に現れた、 裸の思念が数百種の短歌となり、この居合衆となった。感謝であり幸せである。一頃の私を知る人は変わったと思うだろうし、また自分でもそうと感じて生きている。身は悲しむべきであるが心は嬉しいのである。私が短歌を始めたことの成り行きは、 昭和35年の秋に、拘置所の図書を一冊読んでであった。それは、開たけし著の、裸の王様を読んでのことであった。その中に、絵を描くことによって、暗い孤独感の強い少年の心が、少しずつ開かれてゆくという筋であって、当時の私の心を打った、読後感とともに、私は絵を描きたい。 そして、童心を覚ましたい。昔に帰りたい思いを強くさせられた。しかし、当時は絵を描くことを許されていなかった身には、描きたい思いが吹き上がってくるだけで、絵は描けなかった。せめて、児童図画を見ることによって、と思い、図画の先生でもあった。また、褒められたことの極めて少ない私が、図画の時間に、 絵は下手くそだけど構図が良いと言って褒められたことのある先生であり中学一年の時担任の先生でもあった吉田義道先生に当時の身分と理由等を書き子供の書いた図画が欲しいとお願いしたその編書は親身なもので自分に対する驚きと反省を呼び起こす優しさで満ちていた同封されて 奥様の手紙があり、その中に少年期を過ごした家の前の高爵寺とそのお住職様を読んだ短歌が三種添えてあった。これが私の短歌に接した初めであって、杉氏日の懐かしさもあり、歌は何と良いものであろうかと思った。これがきっかけとなり、また刺激ともなって、 自身にふさわしいものとしえて、時折に読み始め、読んで今日に至っている。低能寺と言われたほどに、能力に劣る私であったが、幸いにというか、不幸というか、四国の松山刑務所で覚えた、俳句の素養が助けとなって、数は少ないながら、裸になれと念じながら、読み重ねて続いたまた。 毎日新聞、朝日新聞、明け、真昼の、そのほか、雑誌にも投稿もし、あまり物事に長続きしない私は、短歌だけはどういうわけか、たどたどしいながらも、4年以上続いている。毎日花壇では、昭和38年の上半期の、久保田内坪先生の線で、毎日花壇賞をいただき、生涯にただ、 一度の賞というものを授かった喜びも味わい得たのである。今までいろいろの方々から好意を寄せられたり手紙をいただいたが、現在はほとんど文通も耐えている。中に二三の方々は私の歌集を出してあげよう、出さしてほしいと言ってくださった。これらは皆お断りしたが、一人だけ 私の思いのままの歌集を出してあげると言われた方がおり、一時は、あえて生前出版をしようとしたのであったが、途中で意見に違いができて、結局は中止することになった。その時に、久保田宇津先生に無理言って書いていただいたのが、この歌集にある序文である。序文の中に、叱りが含まれてあるのは、私の考えの 浅かったたことを指していて、いい今もなお読む都度にあありがたいのである。久保田内坪先生に相談して生前の出版は取りやめ死後に出版してくださろうという方に希望を残していますが何か寂しい心残りとも言うべき思い愛しみを残すものがこの一巻であり生前出版しようとした功に加えて今日までの歌を書き添えた。 最近、私は、妖母を得た。死後に、角膜を差し上げること、死体を役立てるために必要なことによって、妖母になってもらった、千葉照子という人は、長い間、私の義士として、キリストを信じさせてくれ、いろいろなわがままを聞いてくれた人であり、私にとって、生みの母に劣らない母である。私は、心のままに、お母さん、 と書いいいててて手紙をを出ししるるるにに幸せに余る日々を過ごしている母を得て感じることは自身の罪の重大さである母を亡くした被害者のお子様に対するお詫びであり死をもってする詫びでありながら足りない申し訳ないこと詫びてすまない日々の介護であり人のすべての性あるものの生命の いかに尊いものかを悟らされたことである。この思念が居合衆であり、私の至り得た生命のすべてである。昭和四十年三月、島秋と。後書きに添えて。このすめる心あるとは知らずきて、軽視の明日に迫るよぬくし。 処刑前夜である。人間として極めて愚かな一生が明日の朝にはお詫びとして終わるので、物悲しいはずなのに、やきがぬくいと感じえる心となっていて嬉しいと思う。後期は前坂和子君によって書かれ、私の作家の内容的なことは読まれると思います。私は後書きに添えて、 のの前夜のを書こうと思いました私は短歌を知って人生を温かく生きることを得たと思い、確定後5年間の生かされて得た生命を感謝し、安らかに明日に迫った処刑をお受けしたい心です。知恵の遅れた病弱の少年が凶悪犯罪を理性のない心のまま犯し、 その報いとしての処刑が決まり、寂しい日々に児童図画を見ることによって、心を童心に帰らせたい。もう一度、幼児の心に帰りたいと願い、旧市の吉田義道先生に図画を送ってくださるようにお願いしました。その編書と一緒に、や子夫人の短歌三首が同封されてあり、私の作家の道しるべとなってくれました。 短歌を読み続けて7年になりました。初めて私の作品を取り上げてくれ、批評をしてくれたのが前坂和子くんです。三田高校在学中のことで、3年生の文化祭に一冊の小冊子として出品してくれました。その名を居合衆と付してあり、この歌集に居合衆として活かしたのです。これは 前坂君への感謝の心と、私の作家を惜しむ心とを合わせたものです。世の更けるまで教育課長さんと語り合っても話が尽きない思いです。僕は生かされて得た心でしみじみと思うことは、人の温かさに素直になって知った命の尊さです。好意の多くに甘えきって、 裸になって得た喜びの愛おしい日々のあったことがとても嬉しいと思います。前坂君の花の差し入れは処刑の前夜もありました。花好きの僕は最後まで良い花に接し得たことを喜びます。片身にと玉石赤きほおずきを我と思いてさんと分かちぬ。母が持ってきてくれた 真っ赤なほおずきを父母小川久兵衛牧師泉田誠一教会師前坂和子君所長にも僕の代わりのように育ててほしいと言って5つずつ分けました歌集もたくさんの方々に読まれることでしょうこれは本当は生きているうちに棚心にするものと思っていた歌集なのですが処刑は急に来るもので 本来の通り、死後出版となります。この歌集の歌の一種でも、心に死むものがあれば、僕は嬉しいです。昭和42年11月1日夜、中、処刑前夜、島秋と、